番組ゲビーマルです。今日はですね、初心者さんでも簡単にできるコテで作る飲みウェーブ巻きをご紹介したいと思います。それではよっこらしょ。はい、では早速やっていきます。まず今日使っていくコテはこちら。はい、こちらですね、ドンキホーテで買ったんですけど、あのテスコムっていう家電ブランドさんのヘアアイロンとコテの 2way 型になってるものなんですけど、じゃんじゃんじゃん、ここにね、あの水が入ってると思うんですけど、見えますか？はい、でこれはね、水道水を入れて使うことによってイオンが出て、そのスチーム機能がついてるんですけど、そのスチーム機能がつくことによって、あのカールの仕上がりがね変わってくるみたいで、スチーム機能がついてる方が髪の毛の潤いを保ったまましっかりカールキープしてくれるっていうやつみたいで、そういうなんかいい感じの機能がついてて、しかも温度のロックとかもついてるのね。それでいくらだったっけ、3000円くらいだったかな。すごい安かったんで、結構おすすめです。安くていい感じって感じ。はい、ということで、これ32mm のコテです。で、巻く前にいつものこちら、リーゼのアイロン用カールローションをつけていきます。これね、もう前で言ってますが、カールのキープ力が高まったりとか、あの熱からの、ね、ダメージを守ってくれるっていうね、ヘアローションみたいなやつなんですけど、これをまあ満遍なく、こんな感じで全体的に塗れたら、ちょっとだけ放置して乾かします。あんまりね、こう濡れた状態でやるのは、髪へのダメージがでかくなってしまうので、まず毛先をね、外側に外巻きバンカールします。こんな感じでね、毛先をもうちょろんとバンカール外にやります。もう普段いいのを作る感じ。毛先を外巻きにワンカールしたら、次は今こうね外巻きになってると思うんですけど、この外のワンカールしてるところのちょっと上のところに、今度は内巻きになるようにこういうふうにちょっとくるんと当てたら、上をこう押さえつけて型をつける感じ。こんな感じでちょっと緩めのね S 字巻きみたいなのができると思うんですけど、これを繰り返すだけです。超簡単。はい、そしたらね、次の束も今のやつを繰り返します。押さえつける、ここまで結構大事かなと思います。押さえつけるとき、このアイロンがちょっと離れたところを押さえてね、ほらこんな感じ、なんかチュルリンっていうのができます。ほい、いい感じ。多分なんか私的にこの波ウェーブ巻きはどの長さの人がやっても可愛くなる巻き方だと思います。あ、そう。あのね、私が所属しているアポカリプスっていうねユニットがあるんですけど、そちらがですね、11月の11日に渋谷の WWW っていうねライブハウスでね、ワンマンライブが決まったの。配信なり会場なりどちらでもね見れる予定なので、ぜひね11月11日の夜開けといてもらえたらめちゃめちゃ泣いて喜びます。はい、というわけでね、こんな感じでできました。全体的にこう、ん？って感じ。でもこれで完成じゃないので、安心してください。反対もどんどんやっていきまーす。外巻きカールになってるところの、ちょっと上を挟んで、巻けて、型をつける。簡単！で、ここはね、ほんと火傷注意してください。こう離れたところをね、触ってね。ほい、こんな感じ。普通に巻くのよりも、ちょっとこう、ゆるい感じなので、後でこう、ほぐしたりして取れることも考えて、結構、爪にここは片付けちゃってもいいんじゃないかなと思います。イエイ！こんな感じで、両方ともできました。この時点でもちょっと、可愛くないでも、意外と。まあ、いいや。そしたら表面を今度外巻きにしていきます。本当に表面をね、数束やれば大丈夫です。ちょっと細めに取って、もう全部外巻き。
外巻きの外し巻きって感じ、こういう。こんな感じです。ちょっとね、こういうの入れるだけでアクセントがついて、一気にこうシャレっ気が出るの、こだわり感みたいな。私的にこの波ウェーブ巻きはちょっとなんかワンちゃんっぽい感じがあって可愛いなって思うの、犬みたいで。はい、こんな感じで今3束入れたんですけど、多分顔周りもちょっと入れた方がいいかなと思うので、顔の横も外巻きします。こんな感じ。一旦これで放置します。その間に反対をやるよ。あ、そう、外巻きはこの挟むところを顔側、内側に持って挟んだら、そのまま外に向かって回して、一周したら外す、一周したら外すって感じで簡単にできます。外し巻きのね、やり方も確か私動画にしてるので、よかったらこちら見てください。はい、こんな感じで片側は私の場合は4束ずつやりました。で、ちょっと置いたらこれをほぐします。はい、こんな感じでちょっと置いたら目薬でほぐします。ほぐすとね、こんな感じです。いい感じにこう、結構ゆるい感じのね、波ウェーブができてると思います。下はしっかり外羽なので、そこもね、またね、可愛いなと思います。どうかな？いかがでしょうか？このままだとちょっとボリューミーすぎるよって方は、ここにね、オイルとか、あとは、こういうスタイリング剤。私は今は、このコキューのメロンゼリーっていうものをね、愛用してるんですけど、こういうので、ちょっと束感とか濡れ感を出してあげてもいいかなと思います。やっぱりこうね、スタイリング剤とかをつけてあげるだけでもちょっと濡れ感が出て、今時感が出るんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね、今前髪間違えてつけすぎてオール上がりみたいになっちゃったんですけど、気にしないでください。はい、ということでこんな感じで今日はめちゃくちゃ簡単な波ウェーブ巻きをご紹介しました。なんか巻くっていうテクがあんまり必要ないやつなので、とても簡単なヘアアレンジおすすめ紹介でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ということで、この動画がちょっとでもいいなと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。リクエストもお待ちしております。それではまた YouTube やライブでお会いしましょう。以上、ゆりまるでした。バイバーイ。